はい、こんにちは。和柄ミュージシャンです。ペシャリ、和柄。金曜日はお待ちかね、日本酒の日です。はい、本日の日本酒はこちらでございます。はい。じゃあ、ニャンカップというカップだけでございます。このお酒は、静岡県の藤枝市にある白泉酒造さんのお酒です。このお酒は私が年末年始に静岡に帰った時に買ってきたお酒で、まあ、1ヶ月ほどずっと飲まずに今日の日を待ちわびていたんですけれども、はい、このニャンカップなんですけれども、まあ、カップ酒といえば皆様イメージするのは多分ワンカップ大関だと思うんですけれども、はい、このカップ酒が作られたいきさつは、まあ、この白泉酒造さんではカップ酒はずっと作ってこなかったそうなんですね。まあ、作らなかった理由は、まあ、カップ酒は価格競争が激しく、価格競争においては勝ち目がない点や、カップ酒を充填するラインがなく手で詰め替えるのは非常に手間がかかる点で、まあ、作ってこなかったそうです。しかし2005年頃よりカップ酒ブームが起きたそうなんですけど、我が家知らなかったですはい、すいません。あ、このブームは従来と違い、純米酒や純米吟醸を主体にし、年齢的にも日本酒をあまり飲んだことのない層をターゲットにしたという特徴があったということですね。で、まあ、このニャンカップの名前の由来は、まあ、ワンカップ大関のワンは、まあ、1号のワンなのか、ナンバーワンのワンなのか、もしくは犬の鳴き声のワンかもしれないということで、まあ、犬の鳴き声のワンだったら、それに対して猫の鳴き声、ニャン、からニャンカップというネーミングにしたそうです。はい、ね、そして、まあ、猫の絵柄ならポップです、親しみやすいカップだけになるのではないかということですね。はい、これニャンコの絵が描いてありますね。はい、サッカーボールとか蹴ってますけれども、はい、この猫のイラストを描いた方はちささんというイラストレーターの方だそうです。はい、今は白泉酒造さんのホームページを見ておりましたので、興味のある方は詳しく見てみてください。それではいただきたいと思います。はい、それではニャンカップいただきます。これちょっとこぼれそうで怖いんですけど、あ、すいません、乾杯するの忘れてました。はい、乾杯。はい、それではニャンカップ飲んだ気分を演奏したいと思います。
ブルースのバグズグループのテーマを吹いてみたんですけど、これね、なんかこのポップな入れ物の割にはなんかちょっと渋いなって思って、あのバグズグループってバガラのイメージは渋いなんですよ、うん、バグズグルーヴブルースなんですけどね、ブルース渋いっていう、まあ、イメージもあるんですけれども、あの我が名がジャズのセッションを習った時にバグズグルーヴで、まあ、2曲目にやった曲なんですね。でその時にわからやっぱフロントなんでカウント出すんですよ。でカウントの出し方どんな感じがいいか、まあ、カウントの出し方で曲の雰囲気が決まるって言われて、どんな雰囲気がいいかいいのって聞かれて、渋い感じがいいですって言って、まあ、渋い感じのカウントを出したんですけれども、まあ、こんな感じでワン、ツー、ワン、ツそうって言われました。わがらの中でもちょっと渋い感じでやってたつもりなんですけれどもね、はい、すいません、今日も退出時間が迫っておりますので飲み干しますね。あのこのナンカップおすすめですね。あのホームページ見たら北海道の札幌かなの方でも売られてるそうです。ただまあ静岡をメインに売ってるみたいな感じでしたね。あの興味がある方はぜひ白泉酒造さんのホームページ見てナンカップ検索してみてください。すいませんね、あのなんか酒のお酒飲んだ感想を言いながら吹くっていうよりもなんか和柄の話になってしまってます。で、あの、まあ、これ最近ずっと言ってるんですけど、あなたのおすすめのお酒を教えてください。この動画のコメント欄でもいいし、 Twitter や Facebook に YouTube 投稿しましたってね、まあやったりやんなかったりしてるんですけど、それも焦ってきたらね、あのこの酒うまいよってコメントいただけたら大変嬉しいございます。そしてまあそう言われてもね、現物手に入れられるかどうかわかんないんで、お酒を和柄に直接送っていただいた方にいただけたら
確実に紹介いたしますから。それでは来週も見てください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。